ホセア書、三章。主は私に言われた。再び行って夫に愛されていながら貫通している女を愛しなさい。ちょうど他の神々の方を向いて星どうの歌詞を愛しているイスラエルの子らを主が愛しているように。それで私は銀十五シェケルと大麦一ホメルと大麦一レテクで彼女を買い取り、 彼女に言った。これから長く私のところにとどまりなさい。もう会員をしたり、他の男と通じたりしてはいけない。私もあなたにとどまろう。これはイスラエルの子らが、これから長く王もなく、主張もなく、池にえも石の柱もないところに、エポでもテラフィンもないところにとどまるからだ。その後で、 イスラエルの子らは帰ってきて、自分たちの神である主と、自分たちの王ダビデを訪ね求める。そして終わりの日には、主とその素晴らしさにおののく。